なんかいい勝負になると思うんですよね。それが嫌だ。この世はやったもん勝ちよ。みくるくんの歌ばっか聴いてる。いや、ありがとうございます。伊原くんは金輪際関わってほしくない。まあ、伊原くんね、確かになんか良くない噂多いね。なんか虚言癖だと思うから、あのちょっとね、これ多分試合後とかになるかもしれないけど、相手のこと多分コラボして、結構なんか DM とか見たけど結構やばかったな。まあ虚言癖の子っているからね、癖で、もともとの。眉毛変えました。眉毛形は変わってないですけど、ちょっと濃くなりましたよね。なんか2回で1回のあれだったんで。髪色はね、なんだっけな、これちょっと名前忘れちゃいました。なんか紫みたいな色です。でもシルバーっぽいよね。ちょっとミルコっていう人を、伊原くんの暴露動画見ましたか。見てないですね。何か暴露してたんですか。まあ、暴露って言ってもなんか多分虚言なんじゃないですか。またブレイキングダウンの暴露してる。あ、大丈夫か。また切れそうになった。大丈夫ですか。電波悪いですか。コージーくんはまあ別にあのあれっすね、特に関わりないんで、関わりないし、なんか別に俺からコラボしましょうっていうことはないですけど、まあなんかコラボの話来たら、まあ、全然伸びそうなんでやりたいっすね。なんかキックボクシングのスパとか。伊原くんのいいところを教えて。まあ彼はなんていうのかな、良くない環境で生きてきたっていうのがすごいところなんだけど、まあその生きるためになんか虚言とか、まあなんだろうな、自分のこの好感度を上げる術が長けてるよね。電波少し悪い。ノイリとコラボして、いや多分ノイリ選手はやらないんじゃない、そういうので。あと基本的に、まあ、K1 のチャンピオンとかそういう選手たちと今までやってきたのも全部俺からコラボオファーしたわけじゃなくて、あっちから来たの受けてるんで、基本的に来ない限りやらないですね俺は。天心と連絡取ってますか。天心とはあのちょこちょこ連絡取ってます。白花香は好きですか。白花香はあの好きとか何もないですね。あのオーディション会場で初めて見たんで、それ以来ですね。ブレイキングダウン楽しみです。楽しみっすよ。来週っすよ。再来週か。平成フラミンゴとコラボは、あ、なんか一回飯行きましょうみたいな感じにはなったんですけど、忙しいみたいで、まあ、またいつか行けたらなっていうか、行けたらというか、なんかどうなんすかね。俺平成フラミンゴは普通にコラボしたいとかじゃなくて、一緒にやりたい番組がありますね。東海オンエアコラボみたい。まあ、これはね結構昔から言われてますけども、コムドットとコラボ。コムドットすごいよな。ブレイキングダウンより数字取ってたもんな。マジ強いよな。ネクステファンです。笹木さん大丈夫か心配。笹木さんとは今週あの一回練習してみます。カジサックさんとコラボしてほしい。ああ、いいっすね。カジサックさんとのコラボは結構伸びるからな毎回。みくるさんは誰とコラボしたい。俺はもうあれっすね、その時伸びそうな人としたい。だから今はブレイキングダウンの出場者としたい。
あ、ヤーマン練習今日来てたみたいなんですけど、俺がそのちょうどあのレジェンド3人のところにボクシング行ってたんで、ちょっと会わなかったっすね。コムドットとのコラボはないんですか。まあなんかいつかやりたいよね、あのお互いできれば。なんかやっぱコラボって関わりとかを持った後にやりたいから、そのプライベートでなんかどっかで会ったりしたらそういう話になるかも。サワヤンとコラボしてほしい。てかサワヤンブレイキングダウン出てほしいな、今思ったけど。普通に強いもんな。上迫さんがこの前ミクルク朝来るのにって言ってました。ああ、ドタキャンしちゃったんすよ俺。結構ねボクシングで疲れてて。ライジン沖縄大会見てましたか。ペーパービューで見てました。今体重は79か78ぐらいかな。でも体脂肪かなり少ないんで、フェザー落とすのきつくなってきたなこれ。りょう様とコラボ。りょう様って誰ですか。ガードマンブレイキングダウン出した。あ、ガードマンね、ガードマン強いもんね。普通にボクシングなんか経験者だからね。ジャニのチャンネルとコラボどうですか。いや、あっち知らないでしょ俺のこと。平本蓮とコラボしたら一番いきそうだよな。ワンチャン1000万再生かもしれんな。あ、モンリョウね。モンリョウさんはあのヒカルくんのチャンネル見たことあるけど、あんまりその知らないですね。ミクルくんと伊原くんが好きです。正直者が好き。正直者じゃないんじゃないあの子は。親父ブレイキングダウン企画、確かにそれ面白いな。なんか40代以上の人は40代以上で枠を作ってもいいかもね。ねえ、なんかあの若い子に混ざってやるのもかわいそうだしね。寝技しとるんか。寝技はあんましてないですね。もう総合の練習してなくて、昨日久々にやったけど、ちょろっと西谷くんと遊んだけど。みくるくん松葉くんのこと大好きですよね。いや大好きなんですよ俺。キッズもありかも。キッズはちょっとなしかな。なんか YouTube の規約が結構めんどいんで、コンテンツとしては面白いけどね。伊原の中学のやつほら吹いてたらしいね。いや、あれはあの多分伊原くんがホラ吹いてると思うんだよね。俺あの話したけど、まあこれはあの動画また撮るんで、メインでそこで見てもらえたら分かるんじゃない。結構 DM とかひどかったなあれ。あの伊原くんとあの中学のいじめた子の DM はやり取りは結構ひどいものがあったな。メイウェザー戦大体いつ頃ですか。 9月ですよ多分。ノンタイトルいつも楽しみにしてます。ノンタイトルもっとみんな広げてほしいな、広めてほしいな。なんじゃさっきいました。いや、いないっす。焼肉食べてる動画出してください。焼肉食べてる動画か。ああ確かにありあり。いやら全然いらなくないですか。そうっすね。なんか暴露とかそういうのでなんかいろいろ騒がせるしかなんか脳がないんだったらもう今後いらないっすね。まあ、今回ね。運営的にはいらないって言ったんですけど、なんか運営の人たちがどうしても出したいって言って、ボートレーサー鈴木くんちょっとキャラ薄くなっちゃった。そうね。やっぱ起業ってなるとやっぱ勢いだけじゃどうしようもないというか。頭が良くないと厳しいからね。なんか話が勢いだけあって
何言ってるか分かんないこと言ってたらどうしようもないですからね。メンバーと居酒屋に行く動画見たいです。最近酒やめてるんですよね。水とかで行く？電波めっちゃ悪い。